チャンネル66。それを一番大重要視してました。なるほどなるほど。あとそのおばちゃんの話で言うと、うんうん、そのよくある ジーンズってすごくやっぱりね、こう効果のものっていうか、やっぱりこう一生ものとか、まあ何十年着れるみたいなものとして捉えるときに、例えばそのこれってすごくこだわって作ってるってお客さんは思ってて、で例えばこう一心入魂じゃないけど、ものすごい一心一心こだわってますみたいな、結構見方をするとかあるんですけど、僕はそこはちょっと違ってて、おばちゃんがよそ見して縫うやつが一番究極だと思ってるんですよ。もうそれは毎日毎日、僕は同じものを30年作るっていうのは、おばちゃんもまあ代替わり若干してますけど、専属工場でずっとやってるんで、おばちゃんは朝から晩まで、それこそ僕らの方はいろんな仕事をしていて、おばちゃん何してるかって、持ち場で同じ箇所をずっとおばちゃん塗ってるわけです、で朝から来て塗って、時間が来たら帰って、その間って同じことしてないから、もうそんな人に勝てる人いないじゃないですか、そうですね。だって工場視察僕ら行くじゃないですか、で初期の頃なんかはね、ちょっと俺話長いけど大丈夫？大丈夫大丈夫ですか？はい、もう何回も分けますから。あ、そうですか。第1話、第2話、第3話。例えば、その昔僕はその今の工場さん、もともと80年代とかまでかな、ビッグジョンさんとかの下請け工場さんがいっぱいその、岡山にあるんですよ。で、その中でまあ、そういう工場さんがこう、まあ、空いてきたりとかして、海外生産とかにやっぱりなって、で、縫製技術はあるけど、そういう、まあ、設備もあって、職人さんというかおばちゃんたちもいる、で、その中で、じゃあそういう工場を使わせてくださいということで、交渉に行ったわけですね。で、最初はやっぱり僕は一応デザイナーとして行くわけじゃないですか。そしたら、縫い場のおばちゃんが、ミシンの前で、僕が前に立ったら、よろしくお願いしますとか言うんですよ。えっと思って。で、何かご指摘お願いします、あ、よろしくお願いしますこっちも言ってるわけです、であ、こういう風に縫製工場の人ってデザイナーの人がこうした、こういう関係なんだなと思って、で、僕はもう僕おばちゃんみたいに縫えないから、もう尊敬してるから、よろしくって話なんですよ、だんだんこう関係性ができてきて、だんだん今度縫いにくいこととか、だからやっぱりこう上から目線で、例えばメーカーがデザイナーが行ったりとかしたら、ここをちゃんとやらなきゃダメですよとか、頑張りますとかなるんだけど、ここは縫いにくいとか、実際縫いにくいところっていうのは、縫いにくいっていうのはやっぱそこは縫いが難しいから、結構糸が飛んだりしやすいんですよ。で、それを言われてるから仕方なしなんですけど、僕らその逆に縫い場の意見を聞いて、だから向こうが僕に言いやすいような関係を作ってる、そしたらもう途中まで「はい」とか言ってたんですが、あんたみたいな「あんたこれもうちょっとデザインこれなんとかならんのこれ意味あるん？」とかって言われて、あ、そうかこれ縫いに行きよみたいなとか、でも僕が絶対こう折れられないとこは、いや慣れてくださいとか、分かったとか言って、ものすごい難しいことを、例えばこういう、例えば今目についたのは、こういうここのね、この箇所に、実はこの幅が今 1.2 センチぐらいしかないじゃないですか。で、これってこの裏に5ドミノって隠しリベットがあるわけです、で、隠しリベットの横って真横をこうステッチ走ってるわけですね、で、これってミシンの押さえがあるから、こんな真横って縫うのめちゃくちゃ難しいんですよ。ああ、そうですね。こうミシンの、ここ直されると分かると思うんですけど、もう木は行ってるんですよ。これってどこもできないんですよ。でも、やっぱり昔のダブル X は、こう、幅が狭いんですよ。で、今とミシンが違って、昔は、針送りって言って、針が前にこう行くミシンがあったんで、その、できたんですけど、今は、こう、要は、押さえて、こう、こっちで、こう、物を送っていくやつなんで、押さえがある程度幅があるから難しい。で、それをめちゃくちゃ細い幅で、その、縫うっていうのが、これ、なかなかちょっと今説明難しいです。非常に難しいんですけど、まあ、こういうのをもう今糸も簡単にもうストレス感じずおばちゃん行っちゃう、行ってしまう、そういうとことか、やっぱりこう普
通に考えたらめちゃくちゃ難しいことを、はい、やっぱ30年もやってると、うんうん、まあ、例えばこういうあの洋服の、 あの洗ったらパッカリングという縫い方も、はい、こう下糸調子を強くして、はい、しっかり縫ってるんで、こういうのもあの糸調子を絶対合わせて、はい、あのそれそして早く縫わないとダメですよ、はい、でこれってちま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 っこまっこまっこまっこって縫ってたら、はい、やっぱり調子が良くないですよ、はい、これをドラーンって、もう僕らが縫ったら指いっちゃうようなスピードで縫っちゃうんですよね、そういうところはやっぱりこうクオリティを一定にするっていう意味では、やっぱりその熟練のおばちゃんたちの、まあもちろんそこ縫製以外もいろんな職人さんがいるんですけど、まあそれは自分の一番こだわっているところで、同じ人たちにずっと同じことをやってもらう、で本当のプロフェッショナルが、はい、あの一つのものを作るんで、でそれとやっぱりこう先ほど言った切らさずに作り続けるっていうのは、はい、やっぱりこうその間に違うものを縫製したり、はい、まあうちが今度会えた時に入れてもらうっていう形をすると、はい、ミシンの調子もやっぱ変わるんですよね、だから同じうちのジーパンを縫ってる工場はうちのジーパンのこれしか縫わないっていう形が僕は究極のこだわりやと思うので、そこがまあ2点ですね、その履き心地にこだわってる部分と、あと工場で同じものを作り続けるっていうところが、まあ、あのよそにあるないとかと別として僕のこだわりです、うん、あえて言ってこの、ね、昔のリーバイスのダブル X だったり、うん、リーバイスの昔のヴィンテージと言われてるものもそういう人たちが塗ってたんですよね、そうですよ、だからもう毎日やるよね、うん、っていうことはもう本当にそこもうこだわりがあるとかないとかっていうか、そこそれが本物ないんやろうね、ものづくり、そのリーバイスの501を作るとか、ダブル X を作るとか、あのヴィンテージのものをその知らない間に、先輩が知らない間になのかもしれないけど、本当にそのレプリカをしてるっていうか、それを作ってる工程っていうのは、うん、昔と同じ工程で作ってる、同じような人たちが作ってるっていう。まあ、同じことでしょうね。ね。うん。だから、その、まあ、当時は、こういう、お客さん、まあ多分ターゲットと違ったと思うんですよ、違ったと思うんですけど、やっぱ同じものをなんか常に憧れて作ったから、当時どういう風に作ってたかっていうのを想像して、やっぱり僕ら、あの最初の黎明期ってあったわけですよ、あのだからなんでこういう生地やったんかと思った時に、今と違うじゃない、今は縦落ちするだとか、経年変化するだとかっていうのを考えてるんですけど、当時は汚れが目立たないようにやってただけなんで、ただその当時の紡績技術、生殖技術がそこしかできなかったので、糸がムラになったりとかっていうところは、それは当時は多分ムラにならない方が良かっただろうし、色もその削れてこない方が良かっただろうけど、それがジーンズの魅力になったんで、今度それを僕らはフォーカスして、その長年に来てあの味が出てくるものとして新しい価値観が生まれてます、うん、だから絶対にあの需要は別のところにあるんですけど、けどそれをいいとこだけ取ってその今風のものを作るっていう考え方もあるんですけど、それだったらあの本当の意味でのその味って出ないって分かってしまったんで、じゃあ同じ作り方しようっていうところに行き着いた。ただ同じもの、すべて同じものを作るのはダメなんで、やっぱり今の時代でこれを履くには、当時のものより優れてるところって絶対いるじゃないですか。だかそれがさっき言った履き心地っていう、はい。そこはまた今度ゆっくり説明しますけど、そこはあのなかなかこうあの企業秘密とかじゃないですけど、言ったところで真似できないんですけど、まあそこがあの。僕なんかうちのこだわりですね。こだわりなんかこんなもん言い出したら2時間ぐらいになるから、多分 YouTube ジャックしてしまう。とんでもないことになってしまう。なってしまいますよね。はい、すいません。はい、もう素晴らしいね、デニムってことで、もうね、当時のデニムを超える、もう超えてしまってるんちゃいますか。いやもう、ね、もう95年の時点で超えてしまってるね。という、あの、Gパンのフルカウントでございます。はい。今日はね、展示会ってことで、はい、次の SS ですか、はい、こんなのが出ますよっていうのをちょっと。10月末、11月頭ぐらいに、はい、販売されるリバースウィーク。はい。これはこれはですね、これも、これもいいね。
できそうもないけど